吉田正尚、DOS。3割2厘、13本、60点、OPS。831、こいつの正直な感想。大谷さえいなきゃや。ようやりすぎとる。大谷のせいで物足りない。オックスもうちょっと上げたいな。ちゃんと吉田っぽい成績残すのすごい。やっぱりホームラン数が収束し始めたな。前半戦は打ちすぎぐらいだった。歴代アジア人メジャーリーガーランキングだとかなり上位やろ。NPB1 年目はこんな感じだったよな。どのレベル行っても1年目はこれくらいに収束するのかもしれないね。KBO とかでも。あのドタドタ守備なら OPS0.9 以上はないと。守備走塁ひどすぎるからもっと打たんときついわ。松井1年目より打ってるやん。3割超えですら、一郎と松井だけやっけ。守備のせいで総合指標悪くなるなら、DH にしたら指標上がるんか。したらなんで、わざわざ守備つかせとるんや。もったいない。ターナーおじさんに DH 使わないとだから、そもそも吉田下げたところで出てくる選手が無視かと言われると、別にそうでもない。アジア人メジャー史に残るレベル、人類史に残るレベルの人もいるけど、大活躍した日に限って大谷も打ちまくるから結局目立たないのほんまかわいそう。皆さんは吉田選手の成績どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。